この度ワクチン接種推進担当大臣を拝命しました堀内典子です。これまでに国民の皆様方のご協力のおかげで全人口の4分の3を超える方が2回の接種を完了しました。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。今月12日には岸田内閣として次の感染拡大に向けた安心確保のための取り組みの全体像を取りまとめました。その中でワクチンについては11月中に希望する方々への接種をおおむね完了する見込みとしています。12月以降も未接種の方は接種を受けることはできますが、接種が進み接種を終了または終了を予定している接種会場もあります。接種を希望される方で1回目の予約がまだお済みでない方は、お住まいの自治体のホームページやコロナワクチンナビなどで予約が可能な医療機関や接種会場をご確認ください。ぜひお早めにご予約をお願いします。12月からは3回目の接種の開始が見込まれています。2回目の接種を完了してから原則8ヶ月以上後から行うこととされておりますので、今後対象となる方々のお手元に順次接種券が届くこととなります。接種券が届きましたらご確認の上3回目の接種をお願いいたします。もし追加接種の対象であるにもかかわらず2回目の接種から8ヶ月が経過したのに接種券が届かない場合には、居住地の自治体にご相談していただけますと幸いです。